Laugh and Music. FM Osaka. Hachigoichi.ラジコ、この学校での学力は楽しい力と書きます。ラジコ、みんなで一緒に楽しんじゃう力、学力を向上させましょう。吉本ラジオ高校、おー、高校っぽいじゃん。吉本ラジオ高校、ラジコ。どうもこんばんは、水曜ラジコ担任の吉谷千代と小平と副担任のミーとクラスインの NMB48 平山舞と桜田彩香です。お願いします。よろしくお願いします。はい、さあということで、はい、今日も初めまして組。そうですね、初めまして、はい、基本初めましてですね。しばらくはずっと初めまして、はいはい、お願いします。お願いします。マイクのどっちがお兄様で、どっちがお父さん、ゆうへいさんがお兄様、はい、いやお兄様、小平さんが弟様、弟様、弟様。そう言ってたら絶対間違えんかもしれないですね。いやでもお兄様、弟様、間違えない。これはでも画期的な発明をしてくれたかもしれない。だから小平さんとお兄様って呼んでたら絶対振り向、どっちも振り向くことはないやん。公平様とお兄様、公平さんとお兄様って言ったら、ああなるほどね、うん、確かに。雄平さんって言わんとお兄様っていう、うんうん、お兄様、あなるほどね。弟様って言ったらね、公、うん、平さんが弟様弟様変な言葉、弟様。まあそうですね、そうなった振り向くし、うん、いやだいぶ勘違いされるけどな、お兄様って言われたら意味がね、意味合いがありますからね、うん、確かにそれはちょっとあれですけど、間違えられる、うん、今日このメンバーでね、仲、うん、を深めていきましょう。お願いします。吉田達先生はどうですか、はい、今日でもう3回目、3回目、はい、ちょっとずつは慣れて、はい、いやいやもうまだちょっとねガタガタ震えてます、うん、まだ、はい、腹立ったっていうかね、えちょっとリスナーの方にも聞いてほしいんですけどね。どうしたんですか。え、いや全然ラジオのことじゃないんですけど、うん、普通に後輩と居酒屋ね行ったんですよ、うん、はい、で、うん、隣の席が男女8人ぐらいで、わー、おー、ちょっとほんで席も近いなっていう、こっちは3人やったんですけど、はい、僕と後輩2人で、うん、でまあ楽しそうなとこの横やなと思って、でもまあしょうがないじゃないですか、うんうん、でタバコ吸える席やったんですよね、その居酒屋が、うんうん、はい、うんうん、でその両サイド、僕の隣に男の子で、その向かいに女の子が座ってたんですけど、うんうん、でその2人がまあ喫煙者で、はい、タバコ吸うのはね全然いいんですけど、タバコのその吸って吐く煙をこっちに、うん、あーあーいるいる、うん、いるいる、うん、いやめっちゃ舐められてるやん。おなんか後輩もめっちゃ10個ぐらい下の後輩で、はい、でまあなんかパッと飯だけ食って、うん、帰ろうっていう話やって、うん、で店あんま開いてなくて、うん、でそこでなんかパッと丼でも食って帰ろうかみたいな感じやって、でもうトッピングやな、そんなもう最悪のトッピングやそれ、うん、ちょこちょこ、うん、なんか言うに言えないし、うん、そこまでのちょっとあのやめてもらっていいですかってなんかちょっとちゃうじゃないですか、うん、店自体も OK だったの、うん、でも距離近いと、距離近いし、やだな、なんでその8人もいて、うん、誰か注意というかね、うん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 、こっちに吐けよって身内の方で言うやつはいないのかと、うん、お前の副流煙は俺たちのものだぜ、ね、そう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 、いないとね、8人おったらさ1人ぐらいそう周り見えて、うんうんうん、俺たちはお前の換気扇になるからさ、めっちゃいい仲間やつだな、かっこいい、 いやそこまでのやつ俺とは言わんけどそいつはどうやって換気扇役をやんの、スーツね、どこに履くねそいつはあのとりあえず飲み込んで、うん、後日な、なんか体内から出してくれたらいいんだけど、うん、どう後輩にもなんか言わんのもあれやし、なんかほんまに閉店間際に3回ぐらい、ごめんな、普段もうちょっとええとこ行ってんねんサクッと行く予定なんですね、まあ、パッと選んでもうたばっかりに、うん、そういう店は別に悪ないですけど、うんうんうん、お客さんの隣の席になっちゃって、うん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 、
難しいとこですよね。難しいところにこれ遭遇して、うん、おならとかかけ返すとか、かわいいありなんかな、なんかこう間で煙とおならがバーって使ってカメハメ、なんでそんな戦いやな、ロギア系の戦いみたいな、いやいやな、どっち勝つやろ、ちょっと気になるし、確かに、ね、スモーカー大佐対スモーカー大佐、ね、いやいやなみたいな。でも確かにほんまにあん時俺兵したかったら、かけたかったわ、あどんな思うかな、でもええんかな、何かさなあいつお前ちゃんみたいな、まあ、身内内でなんか4人8人もいれば、ね、なんかあれやりよう、やり返しようやり返しを図りたかったな、期待で あっちが期待で来るならこっちも期待でやり返したかったけど、うん、難しい問題やな、やだな、こっちも切られたらやだな、うん、そっちは身内は気にするのに、あの赤の他人は気にしないんだってい う、はい、その神経かと思って、うん、それも違うぞという、はい、確かに知らん人のタバコの煙、いやだいぶ近かった、それはもう近い、これぐらい、いやラジオの人わからんな、まあ、ほぼ隣、まあ、ほぼ隣、まあ、ラジオブースにおいて、うん、あまあ、ね、普通の隣やね、はい、近いな、うん、近い、公平とお兄様ぐらいの距離、公平とお兄様の距離、自分のこともお兄様って言ってる、あ、だいぶキャラ変わってくる、一人称お兄様、お兄様、ちょっと嫌かもぐらいの距離、木崎さんみたいな感じになるんじゃん、それはそれほんまや、お待たせしましたとか言い出して、お兄様です。お兄様。でも難しいですよね。そうだ。メンバー内とかではそういうのはないんですか、その先輩に対してとか。タバコ吹きかけて。後輩に対して。すいませんけど。すいませんよ。もうちょっとここ押してくれたらいいな。おなら吹き返したりとかないの？あるかな。先輩とご飯行くよかアイペンは。いやー、たまに行くんですけど、全然そんな不満とかあったことないですね。全然ないですね、NMB 内では。そういう場面もあんま遭遇したことなくて。まあ確かに、お店の感じと時間帯的にも、確かに。ちょっと違う席では、リバースしとんなみたいな、うわやったりもしたんですよ、うん、お酒とかね、あったら。そういうとこはね、ビジョン行かないもんね。そうですね、まあ、ね、そうね。さすがに。まあ、共感できる人はぜひ、ずっともやもや、うん、ね、同じように X でハッシュタグラジコをつけてポストしていただきたいと思います。どうすればよかったか、はい、うん、お待ちしています。行きたいです。タバコ初めてよかったんちゃう、なんでやねんその場で、なんで36超えて俺タバコデビューせない、ちゃんと困るやん、深井の遅咲きすぎ、遅咲きの10年下の後輩の前でちょっとタバコ始めるわみたいな、嫌やから、それこそお兄様、はい、お兄様兄様、え、それ後輩も言うの、お兄様、みんな言ってます、それは間違いでございますわ、いや俺誰連れてんのねえ、皆さんもぜひお待ちしてま す、ね、さあ今日はこのメンバーでお送りしていきます、はい、はい、水曜ラジコ、はい、この後9時55分までお付き合いください。お届け、鈴木ハッピークローバートップ10、これ最高というテーマから、なんじゃこりゃという変わったテーマまで、お題をもとにオリジナル楽曲ランキングが決定、あなたのリクエストお待ちしています。ハピクロトップ10は毎週日曜夕方4時から、みんな一緒にカウントダウン。鈴木翔平です。毎週木曜午後6時30分からリズミックプラスワード、4月18日はクラダとカレンの2人組ユニットクラリスがスタジオに登場。また宇多田ヒカルのオリジナルグッズプレゼントも用意。あなたの大切な一曲をお送りするマスターピースリクエストもお待ちしています。番組のプレイリスト Spotify で要チェック。ナンメガ、グソクムズのボーカルギター田中映像です。今月4月はナンメガ内で期間限定コーナー、グソクムズのご機嫌うるわ週をオンエアしていきます。メジャーファーストアルバムハローグッドモーニングの話や、バンドのプロフィールについてなど、いろいろお話ししています。みんな聞いてね。 FM Osaka 8-5-1 Good music is right here. Good music right here. FM Osaka FM Osaka 8-5-1 吉本ラジオ高校ラジコ。水曜ラジコ、今日は NMB48 からマイティとアヤピョンと一緒にお届けしています。
はい、お願いします。お願いします。さあ今日もメッセージがねたくさん来ております。ありがとうございます。ありがとうございます。やった。やった。まずは大阪市のココナッツさん。ココナッツ、はい、この前吉田達さんの YouTube で子供の頃にやっていたゲームを一緒にやられているのを拝見したのですが、仲睦まじい様子が見られてとても嬉しかったです。あ、うん、今はもうないと思いますが、当時はゲーム中に喧嘩とかならなかったですか？お二人のどっちから謝ったとか子供時代のエピソードは聞きたいです。あ、確かに気になる。気になる。まあ昔はよう喧嘩しましたね。としたらゲームでしたね。その時どっちが強いとかあるんですか？いやでもそんなに喧嘩のずっとやってることなかったね、はい、一発ずつやり合ってなんか痛がって終わるみたいなことが、まあその僕がよくやってたのはこの負け込んでいったら分からんようにコントローラー抜くっていうのをよくやってましたね。昔はね、策略的。いや、はい、昔は動かんくなってね、うん、はい、なんでやと思ったら。ありました。そうです、そうです。はい。一回マジでわけわからんのことがあって、うん、ファミコンのゲームで僕ずっと、オウンゴールを何発もしたら何点ぐらいまで行くんやろうっていう実験みたいなことをしてたんです。1P も 2P も操作を全部自分でして、とにかくオウンゴールさせまくると。なかなか珍しいタイプのゲームの楽しみ方です。ちょっとやってみたくて。で、その時ね、サッカー少年やったんですけど、吉田たちは。公平の背番号75番やったんです。ちょっと大きいチームで。で、なんか75で止めてくれってなんか言い出して。オンゴールを0対1、0対2、0対3増やしていくでしょ。75点だったら止めてくれって言われたんですよ。でも僕は、その、99で終わりなんかこう100行くんかとか知りたかったから、リミッターどこやねんって知りたかったから、無視して76点見れたんですよ。こんなん消されたの。ええー、その時は切れましたね。なかなかオンゴール75番。めちゃめちゃ大変でしたよ。めっちゃ大変。幼稚園ぐらいの時かな。幼稚園か小学校ぐらい。小学校やな、サッカーやってるから。そうやったら僕もこう、夕平ね、わけわからんかったんですけど、なんかね、その時まあ一人でゲームしとったんですよ、はい、でウィーニングイレブンって当時めっちゃ流行ってたね、サッカーゲームやってて、ね、まあ、バルセロナっていうチームめっちゃ好きで、で操ってたんですけど、なんか全然うまいこといかなくて、うん、そのああもう何してんねんってむちゃくちゃイライラしてるんですよ、うん、でなんかもうついにもう怒りがマックスに出して、うん、コントローラーこいつテレビにバーン投げて、はいはい、お前らそれでもプロかって言ってました。いやいや、ゲームやし。怒り方が初めて喋りますけど、これ。かわいい。そのエピソード、お前今日で200回目ぐらいじゃん。俺のオマプロ。むっちゃこすった、はい。お前のオマプロ話。お前のそれでもプロかね。オマプロエディオマプロさんね。クマプロみたいに言うな。オマプロさん。オマプロさん。オマプロさん。お兄様改め。おい、オマプロさんです。今日いっぱいあだ名できますね。変わっていく。お兄様の方がええわ、おい。でもその、ゲームとかって、例えば、どっちかがね、年齢差あったら、お姉ちゃん、うん、お兄ちゃん優先とか、決めれるじゃないですか。どっちが欲しいのを優先とか、そういうのあったんですか？毎回一緒のものが欲しいから。だから、そうですね。で、僕らは結構そういう喧嘩があるので、もう親から、一人、あ、じゃあ、喧嘩があるからはあれやけど、あの、一緒にまず、ゲームはまず、対戦とかもしなくなりましたね。はい。はい。だから、でも、RPG とかは買わなかったんですよ。一人しかできひんから。なるほど。はい。絶対、二人以上できるもんね。はい。二人以上のやつ買うんですけど、サッカーゲームとか。うん、で、それ対戦したら喧嘩してまうから、結果的にサッカーゲーム一人やって一人見るという。うん、やったら RPG でもええやん。確かに。今思ったらそうですね。それで二人は納得してたんですね。納得してましたね。自然とまあ。僕はやらなくなっていきましたね。そうやな、うん。昔はなんか 1P、2P、どっちが取るかとか、そんなんで軽く揉めたりとかはしてましたけど。まあもう一人でゲームボーイとかするようになりましたね。あ、はい、ゲームボーイも一人用のやつを、そこそこ、はい、そうですね。僕らの世代で言うと、はい。そこ、そうやったら別に二人一緒じゃなくてもいいですよね。そうです、そうです。はい。で、まあポケモンとかね。ポケモン。基本一人ですもんね。ポケモンは、はい、一人でやってましたね。そうですね。でもまあ、
越してもらえたりするんでね、便利でしたね。自分が越さなへんと。幽閉の方はめんどくさがりなんで、うん、その RPG とかも全然できないんですよ。まあ、結構長いですよね、はい、クリアしていく。だから僕が全部越してあげてました。はい、優しい。そうです、そうです。僕はあんまりもうすぐレベル100とか裏技でやってます。コツコツは嫌なタイプ。ゲームでストレスあんま溜めたくないんですよ。いいところだけをとりあえずしたいんで。そうなんですよ。だから、それでもお前らプロかとか言ってもうたんですよね。はい、出現ね。出現。出現何やねん、その室内の出現を。家のしてたよね。二人部屋での出現流してくれよ、お前、そんなん。いやいや、正直謝罪会見とかしてほしかったよ、俺は。お前、プロ発言について不適切でしたっつって。なんで謝罪会見してたの。でも可愛い子供の頃よね。子供の頃なんてね、そんなもんですよね。二人は兄弟いたっけ。私も弟がいて。あ、そうかそう、稽古する、はい、あ、もうしょっちゅうしてました、昔。それこそゲームの取り合いとかでしていて。とか、そのなんか本当に私もポケモン、私がプレイしていて、弟が隣で見るとか、逆に弟がやっていて、私がこう隣で見てるとか、やっていましたね。あやぴょんちゃんめちゃくちゃ強いんですよ。ゲーム。めっちゃゲームとか。ほんまのプロ。イベントとかにも呼ばれるレベルの何のゲームやるの？そうですね、スプラトゥーンという任天堂さんのゲームの公式大会に汚すやつや。まあまあまあ、その認識やな。ステージ汚すの認識。そうですね。面白そうですね、あれ。はい。確かにそこまで強かったら、ちょっと弟から何も言えなさそうだよね。いや、そうですね。でもめっちゃ、弟とかがやってる時も、すごい性格悪いんですけど、自分の思い通りにやってほしいから、もっと右行ってとか、指示したりとか、してました。はい。え、見てる時とかやらなかったですか？こう。ああ、でも言ってた。指示したりとか。もうただ見てる。してた？ほんまに。ですか？どうやったかな、空いてるよって、左空いてるよとか。あ、でも、左空いてるよ。アドバイスみたいな感じですね。優しいですね。そこ失敗するよって。あい、出た、お前らそれでもプロか。誘発してるやん。ほな、その指示もそうやろ。ビビなら、おまプロ言う。おまプロ。おまプロ。おまプロ出ましたね。おまプロ出そうしいな。何や、そのプロデューサー。おまプロゆえっていうプロデューサーない、うん、おまプロ今日は出るんでしょうか、ね、そして大阪市のこの後の大喜利のコーナーでね、僕が不甲斐なかったでしょうね、不甲斐なかったでしょうか、出るかもしれないよ。続きまして、もう一つだけ行きましょう。大阪市のまみちゃんですね。はい、吉田たちさん、みーちゃん、NMB のお二人、こんばんは。こんばんは。こんばんは。3月下旬にセレッソのイベントに行ってから NMB の曲を聴くようになりました。可愛い曲大好きです。吉田たちのお二人は、アイドル曲を聴くイメージがないのですが、はい、好きな曲があったら知りたいです。また、吉田たちさんに NMB の曲をおすすめするとしたら何ですかと。なるほど。まずじゃあ、お二人の好きな曲。まあ、今特に聴いてる曲とか、もしあれば。アイドル。僕でもももクロさんとか、うん、ファイブアップのイベントで一時よう聞いてたね。みんなの弟っつってしおりんさんの役やってましたけどね。役？役っていうか、その歌って踊ってやってましたよ。へえー、はい、で楽天足の奥田さんが、リアクション、うん、好きですもんね。はい、かなこちゃんですね。はい、奥田さんがかなこ、世界一でかいかなこですね。世界一でかすぎるし、ごつすぎるでしょ。で、河野がアーリン。あ、河野さんもやってたの。河野さん、アーリン。で、宮戸さんが、GAG の宮戸さんが、緑の、アリアス。ももかさん。ももかちゃん。ひろゆきマーク2さんね。え？ひろゆきマーク2さんね。あれ、何やねん。お前。変わってな。あれ、あと誰や。白井やろ。あ、そう、紫。大自然、違う？高木れにさんが大自然の白井っていうね。へぇ、しんちゃんかな、今は。ひげの大男がやってました。まあまあ、ごつめの、そうですね。やってましたね。へぇ、じゃあちょっと揉めたりしたよな、ほんで、宮津さんと奥田さんが。なんで？いや、どっちも愛が多分強くて、この振り付けがこうだ、ああだ、みたいな。で、後輩とかが、どっちもええやろ。ありましたよ。その時は結構聞いてましたね。はい。とか、まあ、モームスさんですね、僕らやっぱ世代的に。誰推しとかあったんですか？僕は石川梨花さん好きでしたね。はい。男性、石川梨花さん好きな人多かったですよね。確かに。うん、多かった。っぽい、綺麗な感じ。モームスは確かに、でも大人になってから聞いて、めっちゃいいなって思いましたね。あんなヒット曲バンバン出せるんですね。すごいですよね。すごかったですね。冷静に考えたら年齢差もすごいですからね。確かに。中澤裕子さんがね、当時、おばちゃん呼ばわりされてましたけど。全然若かったですよね。20代
代でしたしね。うん。確かに。逆にじゃあ NAB ちゃんからお二人におすすめする曲がもしあれば。おすすめする曲。うんうん、進めてくれ。いや結構変な曲が多かったりするんですよ、NMB って。NMB。それこそ、うん、あの、ジュゴンはジュゴンっていうのがあって、うん。ジュゴンはジュゴン。変ですね。でも私好きですよ。好きです。私も大好きなの。私も大好きで。手のひらをひらひらさせる振りっていうか。略すん。ジュゴン。ジュゴン。ジュゴン。じゃあ次ジュゴン行こうみたいな感じ。あ、そう、リハーサルとかでも。ジュゴンのメンバーみたいな感じで。そんな感じで。今日ジュゴンのね。今日何のネタするみたいな感じ。気になるやん、でも。確かにね。あ、ジュゴンね。黒髪とかな。絶滅のリハ行くよ、みたいな。絶滅でいかんやろ。絶滅でいかんやろ、多分。黒髪ですかね。すごいな、メンバーの中では。そうですね。情報も更新されてないな、俺ら。終わってます。初期もね。エプヨンちゃんはありますか？私はドリアン少年。ドリアン少年。はい、もうタイトルから結構パンチの強い曲なんですけれど。確かに攻めてるな。そうなんです。なんか主人公の女の子がすっごいかっこいい彼氏を捕まえたって友達に自慢したらすっごいボロクソ言われるっていう歌なんですけど。サビの歌詞が、はい、ブサイクもイケメンも紙一重っていう。結構アッパーな曲なんですけど、はい、でもこれはメンバーミュージックビデオはメンバー水着で踊ってたりとかして、はい、夏の曲ですね。すごいあのフェスとかでも結構披露させていただくことが多くてすごい盛り上がる楽曲で、ドリアン少年、それはドリアンで言う、はい、少年で言う、これドリアンですね。ああ、いいね、ドリアン一回通しとこうかみたいな。そドリアン一回確認しとこうみたいな感じで。それは在庫や。業者や。なかなか使わない。業者やもね。確かに。確認やろ、それ。お二人にもまた聞いていただきたいと思います。はい、ぜひ。はい。では、今日のお題の発表を浩平先生、お願いします。これ、雄平先生ですね。はい。課題かな？はい。はい。はい、架空あるあるですね。はい。はい。うん。さあ、この架空あるある、生徒の皆さんは、ペガサス買っている人あるある。はい。ということで。はい。買ってる人いたらすいませんね。いや、おらんよ。想像の生き物ですから。いや、もう想像でいい。そうです、そうです。何でもいいです。買ったらこんな感じかっていうのをね、はい、送ってください。ということでございます。二人何か小壺、確かに。毎週聞いてますけど。そんなに大喜利はしない？いや、結構。ありますね。じゃあ、いける二人。大丈夫ですか？いや、まあ。あ、でも、あやぴょんとかあんまりでも。そんな、私は全然、あの、未経験に等しいぐらいなので。マイティーでも、ネクスト、なぎさちゃんみたいな。そうですね。第二の渋谷なぎささんと言われていて。うん。いやいやいや、それは、会見も、ね。万劇の会見も。あ、そうなんですね。その時に多分俺そういうこと聞いて、あ、そうなんや、と。そっか。せやせや。楽しみやね。アドバイスいらない。それぞれがアドバイスいらない。発表していくんで。頑張ります。皆さんもぜひ送ってください。お願いします。架空あるある生徒の皆さんは、ペガサス買っている人あるあるを送ってください。メールは FM 大阪からラジコを選んで送ってきてください。X の方は、ハッシュタグラジコをつけてポストしてください。優等生に選ばれますと、サイン入りラジコステッカーをプレゼントです。はい、たくさんのエントリーお待ちしています。まあ、ちなみになんですけど、はい、NAB ちゃんが発表して、はい、その後、私も、やるんですよ。おぉ、11年目にして初っていう。はい、ずっと逃げてきたんですよね。逃げてきましたよ。DJ やらないもん。普通にギリやる。いまだに、あの、毎週こうやってこそっと聞いてるけど、コツがわからんっていう。確かに、大喜利。確かにね。難しいです、やっぱり。なんか。いや、難しいです、そら。僕、もう、やりたくないですもん。え？お前、それでもプロか！やったら、オマプロだ！出た！オマプロだ！ありがとうございます！オマプロさん。お兄さんの。オマプロ先生。すごい！いや、オマプロだ！コントローラーなかった。コントローラーなかったわ。嬉しい、嬉しい。すごい、マイク握り込んで言ってたね、今こうやって。言ってないわ。今だって言ってましたから。出てこいや、あの感じ。これ。人差し指を突き出してね。すごかった、今のは。これがオマプロです。この後も出てくるかもしれません。はい、全員やっていただきましょう。オマプロさんでない。はい。オマプロの第2弾もお待ちしています。お送りしているのは NMB48 チーム B2 で、ジゴンはジゴンです。はい、先ほども話題に出たこの楽曲なんですけれど、このメロディー、中毒性が半端ないですね。確かに。はい、このグループの中でも、最も癖が強い楽曲といっても過言ではないと思います。はい、ダンスも癖強で、この曲メンバーからも人気がすごく根強いので、はい。
また私もいつか披露してみたいなって個人的には思っています。はい、個人的に見ます。はい、個人的にそれ個人的に見させてもらいます。何さん個人的なやり取り個人的にお願いします。逆にそれはそれで問題ですけど個人的ラジコ、ここからは格あるあるです。お題はペガサス飼ってる人あるあるでございます。生徒の皆さんの答えを発表する前にラジコメンバーの答えも聞いておきましょう。はい、では NMB48 のお二人から。ああ、はい、してしまった。どっちから行く。じゃあ後輩なんで私から。あやぴょんいただきます。はい、はい、参りましょう。ペガサス飼ってる人あるあるお願いします。主食がピンクのマシュマロ。ああ、いいですね。かわいい。かわいい。やった。アイドルや。いいね。はい、うん。やっぱちょっとメルヘンなイメージが強かったね。はい。なるほどね。はい。いいね。多分漬物とか食べなさそうだなって。確かに。はい。食べなさそうやな。はい。食べへんやろな、間違いなく。うん、正解かもしれん。バンクのマシュマロ。あら。すごい。やった。出ちゃった。どうするわよ。どうしましょう。ちょっと我らやりづらいよね。ちょっといや頑張ります。我らやりづらい。我らやりづらい。我らすごいやりづらい。NMB の二人が我らです。いや我らもやりづらいよね。いや B さんもやりづらいですよこれは。じゃあ巻いていきますか。はい、行きましょう。ペガサス飼ってる人あるあるお願いします。あの出てくる耳クソの形が全部ペガサス型。そうなんだな。全然メルヘンちゃう。逆になんかちょっと、まあ、メルヘンなんかもしれんけど。なんか毎回綿棒とかでやったら、そういうもんだ。ペガサスや。そういうもんだ。やっぱ似てくる。右も左もペガサス。右も左、両耳から。なんか可愛い耳クソですね。そう、すごい確かにね。飼い主に似る的な感じ。似ちゃうんだと思います。耳クソが耳クソが。一緒に並べてちょっと見たりして。お前や、うん、でかいのとか取れたらちょっと見る。ちょっとでかめ。ユリペガサス。はい、そうです。いいですね。素晴らしい。すごいです。さすがですね。さすがです。はい、じゃあ、ミー先生も行きましょうか。はい。はい、参りましょう。ペガサス飼ってる人あるあるお願いします。抜けた羽でダウンを作る。おあでも確かに集めてたら。SDGs アンサーす、ね、だいぶふわふわな高級ダウンができるんじゃないですかね。あったかそうに、うん、あ素晴らしいんじゃないですか。いいっすね。今のところ大丈夫ですか。今週はすごい素晴らしい。よかった。夏にガッと抜けるんでしょうね。ね、はい、その時に集めてね、うん、集めて、うん、冬に向けて制作を開始すると、はい、エコだ。素晴らしい。切った髪の毛でね、こう待ち針刺すやつ作るみたいなありました。昔の知恵のやつであるけどやな。髪の毛のその油の感じがいいらしい。待ち針、うん、刺す。あ、あったあった。小学生の同級生がなんかそれ持ってきて、めっちゃ引いたん俺覚えてる。引いたんだよ、うん。ちゃんと持ってきてるやん、こいつと思って。SDGs 工作だねって言ったのよ、ちゃんと。まだないよ、それ。初代の SDGs。初代 SDGs。ではゆうへい先生もお願いします。はい、じゃあいきますよ。お題ペガサス飼っている人あるあるお願いします。何回見ても不意に羽を広げられたらでかって言ってしまう。あるんだろうけどな。確かに広げたら多分でかいと思うね。馬に翼やからもうどういう時に広げるんかね。確かに、ね、伸びみたいな感じかな。人間で伸びもあるやろうし、うんうん、なんか角に誰かおったりしたらパッてなるんちゃう。びっくりした時角に誰かおったりしたら、ね、とかあるんじゃない、うん、知らないですけど。長時間飛ぶでっていう前とかね。距離の前に伸ばしストレッチ的な、ストレッチ的な可動域広げといてね。ちなみに浩平先生は最後にやってくださるんで、はい、私はやん、じゃあ生徒の皆さんの格、はい、生徒の、はい、聞きましょう。はい、いきます。ラジオネーム奈良市の純大革命さん。はい、お、うん、ペガサス、あ、ごめんなさい、はい、ペガサス飼ってる人あるあるお願いします。秋の星座を見てあれの本物買ってんねんと自慢する。なるほど。ペガサス座、ね、あるもんね。確かにありますね。自慢げに言えちゃうかも。むずいけどな、星座見つけんのな、うん、あれ。次いきます。うるま市、沖縄県うるま市の、ラジオネーム花トレインさん。はい、ペガサス飼ってる人あるあるお願いします。テレビの企画で滝豊気がち。
騎士のね、うん、はいはいはい、どこに乗るんでしょうかね。竹豊さんでやってるのね、これ。武法さんじゃないよ。竹豊さんで。ギリ、そんな力士はいそうやけど。武法さんじゃないよね、これ。武法は。竹豊さんじゃないよね。竹豊で間違いない。大丈夫ですね、うん。はい。そういうことですよね。はい。騎士の方が乗ったらどうなるんだろうね。次いきます。ラジオネーム、大阪市住之江区の踊るハラミさん。ペガサス飼ってる人あるある、お願いします。カササスという言葉に反応したペガサスにあんたちゃうわと突っ込む。カササスがね、ペガサスに聞こえて、ペガサスのカササスとね、あ、確かにね、イントネーションというか、カササス、ペガサス、いや、な、まあ、名前はつけてないんかいというのはちょっと思いますね。確かにペガサスって呼んでる。ペガサス、うん、ペガサスだよな、それやったらな、でもな、ガサス、ペガサス、すごい皆さん、ね、すごいですよね。はい、次いきます。宝塚市の、ラジオネームところてんジョージさん。はい、ペガサス飼ってる人あるあるお願いします。ドアが縦に開くスーパーカーを見るとうちの子みたいやなと思う。ああ、はいはいはい、いいですね。ガロウィング的な、うん、デロリアンみたいなやつね、うん、はい、ガルウィングね、ガルウィング、はい、羽みたいですもんね、羽みたいなやつな、幽閉のことはより一枚上手ですね。おい何がや。いや、まあ確かに、答えもさることながら、ところ天井寺というラジオネームがいいですね。ラジオネームのいい名前だよね。そこでちょっとフフって笑ってしまいました、はい、すいません。次いきます。兵庫県のラジオネームキュピスリーさん。はい、ペガサス飼ってる人あるあるお願いします。そんなもんペガサスの耳にオーケストラやでと洋風のことわざを使う。ペガサスないやろ、ね、馬の耳に念仏するからね、言ってるんでしょうね。オーケストラかっこいいですね。かっこいい、なんか分かりそうやん、ペガサスやったら。ギリオーケストラの感じとか、うんうんうん、ちょっと羽をこう動かしてな、はい、次いきます。リズム乗りそうな、まだ何か言うとんな。耳をピクッピクッとか動かしてな。知らんけど。ちょっとだけ乗りそうやん。うん。平方市の。ちょっとだけ浮くみたいな。曲がりそう。長いですよ。それはお前プロですよ。え？俺が？お前が。あ、ほんま？逆に、うん、お前、ま、甘じゃなくて。ごめんなさい。な、何？誰？平方送ってくれたの。ありがとうございます。君誰？キュピスリーさん。キュピスリーさん、はい、平方市の猫眠たいさんよ。眠たいさん、ありがとうございます、はい、参りましょう。ペガサス飼ってる人あるあるお願いします。今までそれユニコーンねは200回ぐらい言ったことある。それケンタロスねは3回ぐらいしかない。あ、間違えられるんやろな。あ、3回は間違えられてるんですね。3回あったんや、ある、ね、はい、確かにな、ユニコーン似てるもんな、うん、角やな、ユニコーン角、そう、そうですね、角生えとるやつね、はい、はい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 。じゃあ次ラストですね。最後ですね、はい、ラジオネームすりみさん。はい、ペガサス飼ってる人あるあるお願いします。バフンではなくペフンと呼ぶ。これ好きですね。ペフン。まあそうなるか。ペフンね。ペフン。ペフン。ペフン。フンの部分はもうフンなんや。フンはフンですけども。うん、ペフン。ペフン。ペガフンでもなく。ペフン。ペガフンの方が言いやすいけどな。ペフンですね。ペフンなんや。はい。ああ、なるほどね。はーい。面白い。いいね。好きそうやな。はい、好きですね、うん、はい、ペフンええやん、うん、いや、それらを踏まえた上で、はい、最後に浩平先生格上げる、はい、お願いします。はい、参りましょう。ペガサス飼ってる人あるあるお願いします。どんな反応をするのだろうと一度競馬中継を見せてみる。おあ、なるほど。はい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 、気になりますね、はい、ね、確かに。いや、確かにな。やる気が起きるのか。はい、うん、もう一個言っていいですか。お、すごい意欲的。これちょっと、はい。なるほど。もう一個。はい。わかりました。かっこいい。自分の中でちょっとあんまやったかな。あんまやったかな、はい。はい、参りましょう。もう一つ。はい。ペガサス飼ってる人あるある、お願いします。機嫌が悪い時に背中に乗ってしまうと、大気圏まで飛ばされてちょっと燃やされる。怖い。怖い。怖い。
これだけはちょっと答えときたかったんで、はい、ちょっと燃やされる、ちょっと燃やされるっていうのが、そのなんかボーダーライン分かってんのペガサス、この辺まで行ってちょっと燃えるなっていう、賢いんでね、抜群の加減やすっごい飼い主も大変、はい、ピンクのマシュマロ食べてるんでね、おあ元気なんで、はい、それでは飛べなさそうやけど、はい、最上で揃いました、はい、では小平先生、はい、優等生の発表をお願いしたいと思います。これにさせてもらいます、はい、最後の、スリミさんのマフンではなくペフンと呼ぶ、はい、素晴らしい、ありがとうございます、ありがとうございます。第2ラジコンステッカープレゼントです。では来週の架空あるあるお題の発表をはいお願いします、サンタと付き合ってる人あるあるです。恋人はサンタクロースですね。うわ、はい、うん、まあ、うん、時期的にもねちょうど良さそうな感じもしますけども、もうだいぶ先取りですけどね、はい、日にちが24というぐらい来週の、まよ、それぐらいなことで、2月24日ですがサンタと付き合っている人、カレンダー見てるわこの子暇なやつやんただではたくさんのメッセージお待ちしています。以上架空あるあるでした。エブリデイ急上昇プログラム赤丸 DJ カリのウィークエンドウェザーリポート What's up everybody、 早速参りましょう。当たるか当たらんかはそんな気にせんで、えいやえいや、大阪のウェザーリポート、当たるか当たらんかめっちゃ大事や、 Ladies and Crowley、 Ladies and やめろっつってジェントルマンまで言え、それ言うねん、 Ladies and Crowley、 結局天気は何やってん、雨と時々曇り、なんとか持つとは思れるで、月曜から木曜のお昼2時からは赤丸、 Don't miss it。4月18日木曜日のラブフラップランチタイムはノーベルブライトが選挙、ラジコ水曜ラジコ、今日は NMB48 からマイティとアヤピョンと一緒にお届けしています。はい、引き続きよろしくお願いします、はい、お願いします。あのちなみになんですけど、はい、今日の私の大喜利の答えはちょっと正直どうでした？正直、うん、いや素晴らしいです、やったんですよ、はい、これは素晴らしかったです。本当ですか？はい、覚えてる？覚えてるよ、ダウンジャケットやろ。おー、うん、よかったそのこの短時間で忘れないですよよかったです。これ実は私の答えじゃないんです。え実はちょっと不正や、副担任、実は頼まれて、ちょっと私はあの別の、どういうこと、どういうこと、どういうこと、方の大喜利の答えなんです。ちょっと待って、クイズですか？お、クイズ行きましょう。誰だと思いますか？誰やろ、ダウンジャケット。うん、これ言いそうやな、みたいな。抜けた羽でダウンを作る。河野。おー、河野先生。月曜の。うん。河野やったら、お兄様は？もうちょっと。お兄様はないんちゃう。河野やったらもうちょっと。もうちょっと思んないんちゃうかなって。もうちょっと弱い、もうちょっと弱いんちゃうかな。ダウンベストぐらいってこと？ダウン、そういうことじゃないです。その防寒力の弱さじゃない。誰や、でもメンバー、あ、逆に、トキさんとか。ああ。前のね。前の、先代の。はい。はい。初代。初代水曜日。トキさんはもうちょっとエッジ効いてます。そうやな。はい。はい、正解はですね、はい、木曜担任の祇園木崎さんです。木崎さん、はい、ちょうどです。ちょうどちょうどちょうどってどういうこと？ちょうどですちょうど先週あの終わった後にその大喜利を水曜日やって、はい、もうなんかどうしたらいいか分かんないっていうのを相談してたんですよ、ね、はいはい、で蔵王とか出てらっしゃるから、あ、はい、あ、そうですね、僕に任しといて、あ、うわ、考えるわってあの自ら言ってくださって、でそれをじゃあ私の答えとして言わずに発表しますねって言って、うわ、終わってからしばらくずっとうーんあれにしようかな、これ、いやー、でも考えすぎやな、これでいこうって言って、待って、別の考えたら連絡するわ、うわすごい、すごい、蔵王がすごい普通に面白い、うん、ははーって言ってたな、うん、そう、だからさっきも始まる前にディレクターと相談してて、正直なんかあんまりな、あの人発表せん方がいいんちゃう。ああ、よかった。よかった。お互いよかった。よかった。
ちゃ面白かったです。よかったです。明日伝えときます。木崎さんの答えですね、うん、はい、はい、木崎さんの答えです。ちょうど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 多分悪い意味やろ。ちょうどジャストジャストジャストジャスキザキ太郎かっこいいな、なんかジャスキザジャスキザ言ってきますね、明日。はい、はい、さあスッキリしたところで、そうやったんや。うわ、ボックス引いてください。お、罠があるな、罠が、うん、ラジコは、はい、ありますよ、ラジコは。ででん、友達の作り方。はい、まあ、4月新生活始まってっていうのもあるんですかね。まあ、友達自らあの他のね、はい、初めての人声かけられるタイプですか、ね、はい、いや僕マジで人生で一回も自分から作ったことないかもしれないですね。はい、あぽいぽいぽい。じゃあもうずっと受け身ってこと。そうです。じゃあ話しかけられなかったらどうするんですか。もう一人です。一人で生きていきます。高校の時とかは同じ学校やったんですけど、うん、はい、本当に全然友達とか いなかったです、公平は、はい、だからあの時今みたいに携帯で入って定額制とかじゃなかったじゃないですか。確かに。もう何通、一通3円やったんですよ確かね、僕らメールね、はい、はいはい、メール1通3円やったんですよ、はい、僕1ヶ月のメール代6円の時ありましたからね。あった、はい、誰に逆に誰に2通分かんないです、うん、でそのおかんとか多分幽閉とかやと思います。それでも2通分かった、ありがとうとか、だからほんまにあのこうさようならとか、なんか怖い、とかの2通じゃないですかね。その後絶対なんか帰ってくるやろ、さようならの後は。高校グアムやったんですよ、修学旅行。めっちゃいいじゃないですか。はい、はい、彼はずっと携帯でテトリスして、はい、で11時完全消灯みたいなしおりあるじゃないですか、はい、はい、こいつ多分9時ぐらいに寝てましたから早、はい、破ったりましたわ。ダサいです。それ超えて破る。誰が守りきって破る。だって観光地とかあのグループでとか、はい、あ、そうです、あの、まあ、自由、まあ、ね、結構外国、一応外国なんでそれは限られるんですけど、行けるとことかは、はい、はい、どうしてたんですかそれで。ホテル内になんか結構長いウォータースライドあるんですけど、ひたすらそれ一人です。一人でですか。一人で、一人で、うん、でテトリスばっかしてるじゃないですか。多分4泊5日ぐらいだったと思うんですけど、うん、もう最終日ぐらいに3泊4日か、うん、でもう最終日ぐらいの夢で自分がそのテトリスになってんすよ。じゃあ消えていきますよ。で最後あの一番長い棒になって、うん、もうほんまそのウォータースライダーみたいな感じで、うん、一番最後のところにここにはまったら全部消えるってところにショーンって落ちていく夢見たんですよ。あ、消える。で消えるっていう時にパッて目覚めたんですよ。あ、すごい、もうテトリス脳になってますね。そう、これが友達用のやつが見る夢か。意外。でもあやぴょんもね、ゲーム好きやったらそんな夢見てるかもしれない。いや、そうですね、私は結構話しかけるタイプだったり、女子はなかなか、まあそうね、うん、結構フレンドリーな、ね、早いですもんね、うん、女子の方が。女子はなんかそういうのしなきゃみたいな、あ、ありますね、ちょっと。あ、確かに、速さ大事みたいな、うん、いや、スピード勝負ですよね、結構、ね、スピード勝負なんだ、はい、学生とかやったら席隣の子とか席近い子とかで話したりして、まあ、女子の方がすぐ仲良くなるイメージですね、なんか。ゆうへいさんは自分から全然いけるんですか。僕はそうですね、割とそんな、うん、何がおもろい。マイティが何か笑ってる。ゆうへいさんがほんまにテトリスに見えてきた。テトリスそのもの。あのブロックに、まあ、あの四角に見えてる。テトリミの、ね、四角に見えちゃってびっくりした。四角の棒に。もう多分今日テトリスの日。そろそろ消えちゃいそう。そろそろ消えちゃいそう。びっくりした。ごめんなさい、ごめんなさい。全然なんか上下セットアップとか着てきたよ。消えるやん。消えちゃう。一色にした方がよかったな。お前な。うん、そうですね。友達、うん、まあ別に普通に、こいつよりかは全然いましたけど。うん、男子は逆に最初なんて声かけるんですか。確かにね。なんて声かけるの。知らんわ俺、声かけたことないから。教えて。でも高校とかやったらそれこそ双子なんやんなとか、それ一個きっかけになってたかもしれないですね。確かに。あ、それやったら俺喋りかけられてますけど、けどまあまあ普通に、うん。俺なかったんちゃうかな。いや、そう、お前がそういうオーラを出してたんちゃう。お前双子じゃない、双子じゃないオーラとか、あのテトリスっていうオーラ。じゃあ喋りかけられる。
手取り積んでいってるんやんなとか積んでいってる段階やんなとか噂なってるやつないやん噂なってるやつないやん積んでいってるらしいな次何降ってくるのとかあるやんネクストのとこのやばい次何降ってくるの2個前、2個後見れるやつとかな。うん、だんだん早なっていくん。早なっていくよ。逆にめっちゃその人と仲良くなりそうです。確かに。うん、マイティはどうですか？いや、でも私も結構自分から生きるタイプなので、うん、まずもう周りから攻めて、周りの席から攻めていって、なんか、分かってることも分からないふりをしてたんです。時間割とかも見れば分かるんですけど、で次何やったっけってわざと喋りかけに行って、そっからこう会話をつなげるっていうのとか、作詞やな。えらい。なんかわざとシャーペン落としたりとかして。すごいね。話をちょっとでもこう広げれたらなと思って。シャーペン落とすわ。ねえ。なかなか。それまでだいぶおらんかったんちゃう確かに。いや、ちゃんといたんですけど、もっとこう、気の合う人をやっぱ見つけたかったんで、話して話してっていうので。ああ、それはでもその努力はすごいね。うん。絶対せえへんもんな、そういうこと多分な。シャーペンを落としたことないな。普通に、今まで一回も。いや、あるやろ。シャーペン脳みす人間、うん、消しゴムシャーペン脳みすなん消しゴム鉛筆いや落とすって何も落とす消しゴム落として絶対行方追ったのにどこ行ったかわからんことないのお前ないいやみんなあるからあれ、うん、ないいやないやない人間なんでそんなとこミスらんのなんで友達できへんのなどこ完璧なんや消しゴム完璧なやつお前落としたことないあるって珍しいクラスメントだな文房具最強文房具最強文房具最強何こいつおら何やそれ、はい、おらんやろ最近、はい、そう思ったら大人になったらまだ付け方楽になりましたね、まあ、そうですね、はい、確かに自分たちでね、はい、いやまだねお話聞きたいところですが、はい、そろそろエンディングのお時間です早い FM 大阪をお聞きの皆さん IMP です月曜日から金曜日まで放送中 IMP の IM ピックアップ今日は何の日みたいなカレンダー雑学を僕ら IMP がピックアップしてご紹介します毎週土曜日にはアフタートークも配信中 IMP の IM ピックアップは夜11時55分から私たちプレアースプロジェクトですなんかドリンク買わへんいいなあそこのコーヒーショップ行こう行こう行こう今日私空のマイボトル持ってんねんえ何それ買ったドリンクをマイボトルに入れてもらったらその分プラスチック削減につながるねんなるほどな次から私もマイボトル持って行こうミスターラフ&ミュージック桜井正人です4月19日のスマッシュフライデーは今月の FM 大阪邦楽パワープレイ先行配信を歌うバイバイハンドの方程式がスタジオ生登場スマフラは毎週金曜昼3時から笑いプラス音楽プラスビューティーイコールスマフラこれが俺の方程式や夜9時から吉田裕平とコヘッド NMB48 から平山舞と桜田彩香と私みーが生放送でお送りしてきました吉本ラジオ高校ラジコこれにて水曜日の授業は終了ですではまずは NMB ちゃんからお知らせお願いしますはい、5月22日水曜日に NMB48 29枚目シングルが発売されます、うん、センターは塩月ケイトさん坂田美咲ちゃんのダブルセンターですああ俺じゃないか違いました今回は違いましたでも今までとまた違った NMB48 が見れるかもしれませんぜひチェックしてくださいうん、マイティが連続選抜で、はい、あやぴょんが初はい初選抜、ありがとうございますもう結構どんな感じでとか MV いつ撮ったりとかっていうのは決まってるそうですね一応まあもうおお進んでるところは進んでるので、うん、まだ結構だんだんとこう情報解禁されていくと思いますので、うん、楽しみですね私もこう生放送なので変に言っちゃうとね、うん、危ないので、何色の衣装あ言えないあ怖い怖い怖い引っ掛けに来てる明るい曲調喉仏まで来ました今ね危ない危ない私もベロの奥まで来ました危ない直前まで手を止めない珍しい表現リズム乗るリズムいや何やその質問リズム言ってええやろ乗るやろ乗れよいや乗れよリズムには乗らん可能性ある朗読何何無音無音の可能性ももしかしたらあるかもしれないのでそんな言われへんの硬いなガードあーほらそうですか、まあ、解禁を楽しみにですね、はい、はい、待っていきたいと思います、うん、さあそして吉田達先生もお知らせがあれば、はい、ぜひ
僕ら来週の4月24日東京の同期のジェラードンとツーマンライブを漫才劇場でありますので19時からぜひ見に来て夜はラジコを聞いてもらえたらなと。お願いします。水曜日ですね、うん、はい、はい、お願いします、はい、よろしくお願いします、はい、マジですリズムに乗りません。はい、いや俺らはええねんそれ、うん、っちやろなでも、はい、確かに、ね、乗るかもしれんけどね。いやそれで増えへんよ。もしかしたら乗るんやったら行ってみようかなとかなれへんから。僕らがですよ。はい、でも2人でカラオケ行ったりとかはしないんですか。しないです。それこそ、しないです。1人カラオケとかはまあ僕は行きますけどね。ゆうへいの方は。へえ、何歌うんですか。まあサザンとか。あ、はい、好きなんで、はい、もう声聞いたか。断念したりね、はい、すぐ歌ってすぐやめたり、何やってんやろ俺と思いますねあの時。いや僕もほんま音痴なんで全然めちゃくちゃ酔っ払わないいけないですね。何歌うの。僕はエレファントカシマシさんとか。あ、また難しい。はい、まあ、よく聞くので、はい、歌ってみたりしますね、はい、で無理やなってなって、うん、泣いて帰ります。全然ちゃうやん俺と。何の涙。悔し涙。悔し涙。悔し涙。誰がカラオケで悔し涙流して帰ることが。あ、歌ったってね。いやストレス解消とかなんで。あ、悔しかったって。そういう感想になるの。そう。珍しいな。珍しいですね。珍しい人。まあいろんな一面まだね知っていきましょう。はい。さあこの後9時55分からはダブルアートの真剣音楽堂です。先生、はい、お願いします。ラジオ高校ラジコ明日はギオンの2人が担当します。午後9時からは番組をチェックしてください。それでは水曜ラジコ本日の授業はこれにて終了。今日もなかなかキラーワード出ましたね。面白かったね。もうテトリスに見えない。さっきよりか。さっきよりか戻ってきた。人間の部分が戻ってきた。世界大会日本代表選抜戦全日本フルコンタクト空手道連盟主催
文部科学大臣杯、第9回全日本フルコンタクト空手道選手権大会、5月25日土曜と翌5月26日日曜の2日間エディオンアリーナ大阪で開催。男たちの真剣勝負にご注目ください。お問い合わせは共同インフォメーションまで。私たちブルーアースプロジェクトです。日本では豊かな四季を味わえてとてもいいですよね。ですが地球温暖化によって冬の寒さが増したり花が咲きにくくなったりと気候変動が起こっているのが現状です。この状況が続けば四季が2期に減ってしまうと言われています。日本の季節の変化を楽しむために地球に優しい行動を心がけましょう。日本の四季、私は大好きです。ブルーアースプロジェクトです。 Laugh and Music Laugh and Music FM 大阪851 ダブルアートの真剣音楽堂。さあ始まりました、うん、ダブルアートの真剣音楽堂。この番組は僕たちダブルアートやスタッフがおすすめするアーティストの楽曲を紹介する音楽番組です。本日もお付き合いお願いします、はい、さあそれでは本日水曜日はタグのおすすめ楽曲でございます。お願いします。友部正人さんで一本道。なるほど。なんか改めてこう心機一転頑張らなあかんなっていう。友部正人さんって言ったらフォークの人ですか。フォークのもうカリスマやね。うん。で当時一緒にやってた吉田拓郎さんとか、うん、はいはい、井上陽水さんとかもやっぱり一目置く。へー。その友部正人さんの、はい、その才能に嫉妬したっていう、うんうん、へー。でこの一本道っていう歌は特に、はい、なんか一回ね NHK かなんかで特集されてる時に、ほう、この友部正人さんが弾いてる姿を井上陽水さんとかは、はいはいはい、あのそうそうたるそのメンバーが聞いて、いやお前は変わってないな、やっぱり